最近はなかなか勝てないとか、タレントが出てこないとか言われてはいても、腐ってもドイツである。画像、欧州サッカーで輝きを放つ歴代日本人選手、オーバーザトップ、過去ワールドカップ優勝4回を誇る世界的強豪国を相手に、日本は敵地に乗り込み、正面から組み合い、4-1の快勝を収めた。内容的には一方的な劣勢を強いられながら、 運も味方にした昨年のワールドカップでの勝利とは違った意味での価値があるこれもまた歴史的勝利と言っていいだろう日本が勝ったことは喜ばしい反面憎らしいまでに強かったかつてのドイツが懐かしくなるほど覚醒の感を覚える一戦だったワールドカップが終わってからの試合の中で自分たちがやりたいことを一番できていたドイツが良くなかったとはいえ ホームのドイツでの試合で彼らも勝ちたかったと思う。ワールドカップとは違う勝利だったと思うし、自分たちが成長している実感ができる試合だった。MF 鎌田大地、日本は取り立ててたいドイツ用の特別な策を講じたわけではない。立ち上がりから至って、普通に戦い、それでいて試合を優勢に進めることができていた。先制点を決めた MF 伊藤淳也がワールドカップの時より、 自分たちが主導権を持ってやれたし、引いて守るのではなく、ミドルブロックもうまく効いていたし、ショートカウンターもうまくできていた、と話している通りだ。前半に奪った位置、2点目とも、シュートだけを見ればいくらか幸運があったとはいえ、日本が自らのリズムで試合を進める中で生まれた得点だったことは間違いない。特に前半はボールを握る時間も多かったし、 相手のスペースやズレをうまく見つけてボールを運べた。失点はしてしまったが、守備もある程度意図を持ってやれた。非常に内容のあるゲームになったんじゃないかと感じる DF 菅原幸成ワールドカップが終わり、今年3月に日本代表が再スタートを切って、これが5試合目。試合を重ねる中で、チームとしての連度が高まっていくのは当然のことだろう。